あんたが俺の恩人。これからは俺があんたの面倒を見る。恩人来たか。果物を取りに行こうぜ。ああ、子猫たちのことか。いつもついてくるよな。なんでだ。これは老八面のお札だ。別に盗むわけじゃないから。今日は大量だ。夕飯は恩人にご馳走しよう。一緒に屋上に上がって日光浴でもするか。子猫たちが撫でられた時もこんな感じかな。俺にとってあなたは甘い甘い果物、お菓子のよう。なぜって、それはもちろん全部俺が大好きなものだからだよ。